One, two, three, four. Yeah.皆さんこんばんは、クイックのマシノです。ロードレースジャパン第3回第6戦鈴鹿200キロロードレースをお届けします。ヤマハのライダーに焦点を当てたインタビューを行いました。ではじっくりとお楽しみください。今回のロードレースジャパンは鈴鹿200キロロードレース大会の模様を皆様にお伝えいたします。今大会は125、250、それから 500F1 と4クラスあるわけですけれども、各クラスを各選手にいろいろなことを聞きながら皆さんにお聞きしていきたいと思います。今回のロードレースジャパンはヤマハの各クラスのライダーに焦点を向ける。まず最初は GP125cc クラスに復活した TZ125 を狩る加藤義明。これからご紹介するのは 125cc で今シーズン大活躍をしております SP 忠夫所属の加藤選手です。ヤマハが10年ぶりに 125cc に復活したわけですけれども、スポット参戦で今まで3レース走ってます。その中でも優勝が2回、2位が1回という素晴らしい成績を残しております。ヤマハが参戦する125は10年ぶりということで、やっぱりこう自分に感じるプレッシャーというのもあると思うんですね。確かに周囲のプレッシャーはあるんですけど、別に会社の方からも勝てって言われてるわけでもないし、マシンを仕上げることに専念しろって言われていて、たまたま成績いいもんですから、だからそんなに焦ることもなく楽しくやらせてもらってるんで、それがいい気かなって思います。デビューレースとなった開幕戦、ここ鈴鹿でポールトゥーインを達成した加藤。今回もポールタイムを狙うべく激しいタイムアタックが開始された。加藤は予選第1回目の終了間際、コースレコードの2分19秒919をマーク。続く予選2回目を通じ2分20秒を切ったのは加藤のみで堂々のポール。 TZ125 の熟成度の高さを示す結果となった。第1戦からまあ車体がいいっていう評判を受けてたんですけど、それでもちょっとストレートが遅かったんでね、それを今度解消してきたら、やっぱりパワーと足回りって結構連動するものがあるんですけど、そのパワーに見合った足回りがさらに煮詰まってきたんで、第一戦よりだいぶレベル的にも高い仕上がりを見つけてるんですよ。で、人間もだいぶ3戦4戦出していくうちに、まあ、125にやっと慣れてきたって感じで、それもトータルしてやっとタイムが出たかな。迎えた決勝レースは予選と打って変わったレインコンディション。開幕戦に続きホンダ RS 勢を抑えポールを獲得した加藤に続き、予選2番手にはゼッケン3中条秀幸、3番手はゼッケン90国際 A 級1年目の菊池博之、そして4番手はゼッケン8市宮義文と、それぞれグリッドにマシンをつける。加藤、そして TZ125 にとって初めての雨のレース。不安と期待の交錯する中、15ラップで争われる決勝レースがスタートした。フロントロー、セカンドポジションからスタートしたゼッケン3中条がホールショット。ゼッケン60に加藤も好スタートを切り、2番手で1コーナーへ進入していく。ダンロップコーナー通過時点で加藤がトップへ浮上、一方中条は5番手までポジションを落とす。オープニングラップからトップに立った加藤は後続との差を早くも広げ始め、独走態勢に持ち込んでいく。加藤に続き2位のポジションには菊池がつける。国際 A 級1年目の菊池はここまでの4戦10位以内のリザルトを残せずに来たが、ここに来ていよいよ頭角を現してきたようだ。
その菊池をかわし2位に浮上したのはゼッケン14小沢俊明。2位以降のライダーも加藤との差を縮めるべくアタックを続けるが、加藤との差はラップごとに広がっていく。レース中盤、圧倒的な差で独走の加藤、2番手は小沢、そして菊池と続く。9ラップ目の試験で小沢がスリップダウン、痛恨のリタイアを喫する。トップの加藤は危なげない走りで周回を重ねていく。小沢の転倒で再び2位となった菊池もこの A 級での初の表彰台を目指す。3位争いはゼッケン13浅見、そしてゼッケン27鵜飼が展開。91年雨の筑波最終戦 GP250cc クラスで初優勝を挙げるなど、雨のレースでは好成績を上げてきた加藤、今回は TZ とともに初めて雨の洗礼を受け、不安要因も少なからずあったことだろう。しかし結果的に独走でのポールトゥーフィニッシュを飾ることになった。いやちょっと雨ってあんまりこれで走ったことないもんで、どうなるか不安だったんですけど、中盤ぐらいでだんだん感触分かってたんで、まあいけるかなと思ったんです。はい、ランキングでも独走体制を築いている加藤、ホンダ RS 勢の巻き返しは果たしてあるか。ゼッケン7 TZ250M を狩る難波教授、彼はチャンピオンシップを狙うとともに開発ライダーとしても重要な役割を果たしている。実戦におけるデータの収集、フィードバックにとどまらず、各週ごとに2度テストコースに足を運び、朝から夕方まで各種パーツを変え、さまざまなセッティングデータの収集分析を行っている。ヤマハの場合、セッティングは結果、つまりタイムによって良し悪しが講じられる場合が多く、ライダーのオーダーに左右されることは少ない。そのような中で彼難波選手の判断力、分析力はメーカー内でも評価が高いのである。これから難波選手をご紹介いたしますけれども、彼はヤマハレーシングチーム所属の、今まで TZ250M を開発してきた重要な開発ライダーです。で、今年は世界グランプリの方で原田選手が大活躍ですけれども、彼のそういう開発がなければそういう車もできなかったでしょうし、ヤマハの250チームにとってはなくてはならない素晴らしい開発能力の高いライダーです。車の開発もしながら、まあ、今回の全日本もそうですけれども、レースの成績も求められるわけですよね。そういった意味でいろいろとこう大変な面ってたくさんあると思うんですけれども、その辺のコントロールはうまくいってますか？そうですね、今年は特にチームスタッフと今皆さんと話したときに、レースウィークはとにかくレースで集中してレースに勝つっていう目標をみんなでもう一度確認しながら、まあ、レースに取り組もうという形 で当然テストはテストで、テストコースとかいろいろサーキットで、まあ、テストはテストにすごい集中するという形を取らせてもらっているので、まあ、その中では自分でスイッチがあるわけじゃないですけど、割と精神的にもきちんと切り替えるつもりで、まあ、取り組まさせてもらっているし、自分でもそういうつもりでやらせてもらっています。世界 GP での原田、岡田、青木らの活躍で、そのレベルの高さは証明済みの全日本 GP250cc クラス。先の日本 GP で TZM の原田が記録した2分11秒089のレコードタイムにどれだけ迫れるのか。同じく TZM を狩る難波を筆頭に、各ライダーとも激しい走りでタイムアタックを展開した。難波は予選2番手のグリッドを獲得。しかしタイムは原田のレコードの約2秒半落ちの2分13秒524。同じマシンを狩るライダーとしては納得のいかないタイムだったに違いない。ポールは同じく TZM を狩る抜くみ、難波との差はわずか1/1000秒。3番手はイタリアンマシンを狩る宮崎、そして4番手には鈴木の沼田がつける。前回第4戦筑波で初優勝を挙げたホンダの宇川は予選6番手。17ラップで争われる GP250cc クラスの決勝がスタートした。予選と違い雨となった決勝レース、朝のウォームアップの時点までコースコンディションはドライ。各チームとも過去のデータがあるとはいえ、このレインコンディションに対するマシンセッティングがきっちりと出ているとは言い難い状況だった。スタートよく飛び出した難波はオープニングラップからトップに立ち、レースをリードする。今シーズン難波は原田が世界 GP へ行ったことで、このクラスのヤマハのエースライダーとしてレースに臨むことになった。マシンの開発はもちろん、レースで勝つことも要求されているのだ。開幕戦の鈴鹿では優勝を飾っているだけに、このまま独走体制を築き上げ、今回2勝目を挙げる可能性も高いものと考えられた。しかし難波は3ラップ目の1コーナーでゼッケン13宇川に捕まり、2位へと後退する。
同3ラップ目のダンロップコーナーを通過していくトップグループ、ナンバはゼッケン9、沼田にかわされ3位へとポジションダウン。続く試験でのトップは沼田、ナンバはゼッケン6、引田にもかわされ4位へと後退してしまう。4ラップ目の試験では引田がトップに躍り出る、ナンバも4位をキープ、トップ3台をピタリとマークする。5ラップ目に入りトップをキープする引田、2位には宇川が上がる。しかしダンロップコーナーでは沼田が再び2位を奪い返すという激しいバトルが展開する。7ラップ目の試験にトップで飛び込んできたのは宇川、2位には引田、3位には沼田、4位は難波がつけている。難波はなかなか前に出ることができないでいた。12ラップ目、それまで2位を走っていた引田が逆バンクで転倒、リタイアとなる。トップを走る宇川は終盤単独走行でラップを重ねていく。2位となった沼田、そしてそれを追う難波、4位にはポールからスタートした温水がつけている。川崎の 250cc マシン X09 は8位9位のポジションをキープ。最終ラップの試験を抜けチェッカーを目指す宇川、最終的に2位の沼田には12秒ものアドバンテージを築き、前回の筑波に続く2連勝を飾った。ナンバは3位でゴール、表彰台をゲットした。NSR の速さにね助けられて、本当にねスタッフの皆さんよくやってくれましたんで、もう本当に嬉しいです。なかなかねうまくいかないね後半になんとかうまくつないで頑張りました。今回青木が欠場したことで2連勝を挙げた宇川がポイントランキングでもトップに躍り出た。GP500cc クラス、今や台風の目となりチャンピオンシップをリードする阿部則文。その阿部と同じホンダ NSR を操りながらも後陣を排してしまったライダーたち、さらにストレートの伸びなど多少のビハインドが存在する異なるマシンとはいえ、抜かれることがあっても抜くことができなかったライバルメーカーの競合たち、彼ら最速マシンを走らせ続けてきたプライドを持つライダーたちのマークはより厳しくなっていく。勢いのある阿部がタイムをどこまで縮めることができるか期待されていたが、第一戦鈴鹿の予選タイムこそ上回ったものの、自己ベスト2分12秒139にはコンマ14に足らず5番手にとどまった。汚名返上とばかりに10秒810でボールを獲得したのはチームメートの岩橋。参戦中唯一阿部の前でチェッカーを受けた本間が2勝目を狙い2番手に。ヤマハのエース藤原は Q3 モデルの YZR のセッティングを詰め切れず6番手と苦しい戦いが続く。これから500の選手の2方をご紹介します。こちらが現在ランキング2位の本間選手です。でこちらが、現在第4位のキリンメッツレーシングチームの藤原選手です。今回の予選はいかがでした？ちょっとまだ煮詰めができてなくて、はい、いまいちだったんです。本間くんはうまくいったでしょ？そうですね、2回目の方がタイム出たんですけど、なかなか11秒前半から脱皮ができなくて悩んでます。あそこまでいくとピタッと止まるでしょ見事なほどにランキング2位、4位ということで、この辺のこう後半に向ける気持ちっていうのは。そうですね、やっぱり、まあ、前3人いますからね、なんとかやっぱりその人たちね勝つつもりでやっていかなきゃいけないんですけどね、なかなか歯車うまく合わなくて、今戸惑ってますけど。本間選手は？そうですね、まだっていうかやっと一緒できて、あと4位と2位なんで、とりあえず阿部君がね、2位、1位なんで、なんとか彼を抑えたいんですけど、まあ、500っていうクラスは結構250と違って、結構ライダーが、速いライダーが多いっていうか、いいライダーが多いっていうんですか、だから誰でも速いんで、結構誰かをマークしてればいいっていうのはないんですよね、だから結構その辺が難しくて、結構逆にすごいプレッシャーになるんでね、それをなんとか
あんまりマイナスの方に持っていかないように、とりあえずプラスの方に持っていくように考えてやってますけど、まあよく失敗はしますけど。500にとっても今シーズン初のレインコンディション。2連勝で乗り込んできた阿部の前にマシンを置く4人。ポールポジションの岩橋、本間、辻本、マギー、そして6番手の藤原から11台目の片山まで全車レインタイヤを装着しての戦い。降り注ぐ雨の中、20ラップにわたる神経戦が開始された。ポールショットを奪ったのは本間。3番手スタートのゼッケン5辻本はホイールスピンを回避するためにアクセルワークを抑えたところ、エンジンがストールし最後尾までポジションを落としてしまった。オープニングラップ、ダンロップコーナー通過時点で本間、岩橋、マギー、藤原、阿部、そしてゼッケン14、ゴダードが6番手というオーダー。第3戦、筒香の予選で転倒し足首を骨折してしまったピーター・ゴダード、今大会でもまだ完治には至っておらず、予選でも本来の走りを果たすことができなかった。しかしこのバッドコンディションであるスリッピーな路面は逆にゴダードにとっては恵みの雨だったようだ。足に負担をかけずにラッキーストライクガンマをライディングすることが可能となり、ミシュランのレインタイヤがライバルたちとのアドバンテージを埋めてくれたからだ。逆にタイヤに泣くこととなったのがケビン・マギー。ニュータイプのリアタイヤにトラブル発生、4ラップ目にピットインしタイヤ交換後ピットアウト。しかし翌5ラップ目、今度はフロントタイヤにトラブルでピットイン、そのままリタイアとなる。レースは4ラップ目に岩橋がトップに浮上したが、5ラップ目以降はゴダードがレースリーダーとなり後続を引っ張る。レース中盤、徐々に単独走行の模様となってきたゴダードに続き、ゼッケン4、本間俊彦が2、そして3番手を走行するゼッケン6、岩橋健一郎のテールにゼッケン17、阿部がピタリとつく。前を行くチームメイトであり先輩である岩橋を激しくチャージする阿部。第1戦鈴鹿の再現のようでもあった。12ラップ目、岩橋に続き阿部にもかわされる本間。しかし現在ランキングトップの阿部に7ポイント差で2位につける本間にとって、阿部の後ろでチェッカーを受けるとその差は広がってしまう。ランキング争いそのままの攻防が展開されると思われた瞬間、阿部の体が宙に飛んだ。阿部は完全にオーバースピードでコーナーに侵入。ブレーキングによるスリップダウンを避けるためにマシンをよりバンクさせた結果、NSR はコントロールを失いクラッシュパッドに激突したのだった。阿部は軽い捻挫程度のダメージにとどまったことを幸いとしなければならないだろう。一方、最後尾からハイペースで追い上げてくるゼッケン5辻本聡は13ラップ目のヘアピンで藤原をパス。スリップを使わずにバックストレッチで3位の本間をもその勢いのままかわす。今シーズンチャンピオン候補と目されながらもシーズンオフの負傷が尾を引き、初戦から転倒が続いていた辻本、やっと彼本来の走りと言える内容にギャラリーは脇に沸いた。91年の全日本チャンピオンピーター・ゴダードは2位岩橋を13秒も引き離し、今季初の優勝を得ることとなった。辻本も今シーズン初の表彰台、この勢いを菅生につなげたいところである。今回、今までずっと結構点灯出てたもんで、まあこれでようやく、まあ、スタッフのみんなにね喜んでもらえるレースができたかなと。まあ一等賞今回チャンスかなと思ったんですけど、まあちょっとスタートで失敗しまして、まあこけないようになんとか、はい、阿部がノーポイントに終わったことでトップは本間、2位岩橋、3位に阿部という結果になった。